えー、技術の本質を少し考えてみたいと思いまして、えー、先日はあ原発の再開とと技術ののの本質というもので少しし考えてみました、えー、原発の安全性なんていうのは思想と全く関係ないんですが、えー、右寄りの人は原発は安全だと言って左寄りの人は原発が危険だと言うんですねそんなことはあるはずないわけですよ。それはまさにルイセンコの思想でですね 共産主義の下で育てる小麦はよく育つと、まあ、いうのと一緒でですねまあそんな考えは僕には少なくとも受け入れられないんですねまあそれと同じように今問題になっている温暖化ですねこれはその技術とどういう関係があるかということを考えてみますと温暖化するかどうかというのを自分で判断する自分で判断するということですよ自分で判断するためには温暖化の方程式と その計算過程を理解すするる必要があるんですねそうしなきゃ、えー、温暖化 CO2 が増えたら温暖化するかっていうのは、えー、人が書いたものを信用するしかないわけですね。だけど科学というのは信用は関係なくて自分で理解するってことですね。で私自身は2つの方法で、えー、まあ考えてみたわけですね。1つは現在使われている 方程式ものすごく複雑な方程式何個か使うんですけどもそれと計算の過程を勉強してまあ僕の判断ではこれはいい加減だなとこう思ったってことですねもう一つは全体像が合ってるかどうかってことですねそれは地球が生まれた時は95%が温暖化ガスで現在0.04%というふうにほとんどないにししい、まあ、恐竜の時代なんかに比べても随分少ないだから寒いんですね でこれが人間の力で少し空気中に CO 2が増えたところでまあ物事っていうのはですね変化して怖いっていうのは変化した先が今までにないような状態の時はどうなるか分かんないんですね人間の知恵っていうのはあ大したことないですからところが、えー、何か変化が起こって今までの状態に変えるっていう時は前の状態に変えるっていう時は それほどあの心配はしなくていいわけですね。まあその意味でまあ1%今0.04%ですけど1%ぐらいまでは地球の状態を見てもですね、そんなひっくり返るような騒ぎになってないわけですよ。生物は全部生きてますしね。もちろん恐竜時代からずっと哺乳動物もできて、鳥類も盛んに繁栄して、木々も穏やかに、えー、成長してきたわけですからね。 ですからそれが全部ひっくり返るなんてことはないわけですね、それから、まあ、特に日本の場合は、えー、周りが海で囲まれてますから、まあ、あの多くの人が学んだように海洋性気候、つまり周りに海がありますと海っていうのはものすごく熱をためますからね、ですから少々暖かくなったら海がその暖かさを吸収してくれるし、まあ、寒くなったら海から熱が少し出るということで。 ちょうど熱の貯金みたいなのをしているような状態ですから、まあ、中国とかアメリカとかロシアみたいな大国ですねそういう大国がどうにかなったんだったらば、まあ、日本なんかも少しは注意する必要があるんでしょうけど私はこれは直接ちょっと計算してみたことがあるんですね今からもう30年以上前になるんですけど、えー、中国とかアメリカなんかの大陸と それから日本のように周りを海で囲まれている国とどのくらいこう温暖化というのは影響があるかと自分でこう電熱の計算をしてみましたら30年以上はずれるという感じなんですね。例えば中国がものすごく暑くなって中国,中国の内陸で暑さによる死者がどんどん出ると死人がどんどん出るという状態でも、まあ、日本はまだ大したことないんですね。でそれからら30年くい同じような傾向が続くと えー、日本にも少しずつあのなんか問題が起きるかなっていう状態なんですね、それ,で、まあ、それから見ると、現在の地球は、ですね日本はすごく暑いんですけど、それはもちろん知ってるわけですね、よくあの私に対して、先生はこんなに暑いのに温暖化してないっていうのかって、いやいや、まあ、日本は暑くなってるけど、やっぱり温暖化って、内陸から暑くなるもんですからね、北の方から暑くなり。 おんあの内陸から熱くなるという特徴を持ってますから、これは科学的にですね、ですから、日本のような海洋国家で、我れと南にありますから、日本はやっぱりですね、そういうところから熱くなるということはないんじゃないかなと思っているわけです、温暖化ガスの影響とすればですよ、ところが一般的にはそういうこと考えられないですから、自分で計算するとか、そういうことができないので、信頼できる人の意見に従うということになるわけですね。 自分は計算しないけど多くの人がそうですねまあ今は多くの人が温暖化すると思ってるのは NHK の放送が言ってるってこと NHK のことを信用してるってことですね我々と面白いのはね NHK の受信料に反対してる NHK なんかいらないっつってる人がね結構温暖化では NHK の言ってることを信用してるんですよ <laughs> あなたそれどこで聞いたんですかって NHK が言ってたからっついうな感じなんですねまあ人間はそういうふうになるんですねじゃあっつって今今日はですね技術の本質から言って まあどういうことになるかというと実はあの、えー、と世界の3大強国ですねアメリカ、ロシア、中国これはまあロシアはそれほど多くないんですけどそれでもこの3か国が、ね、CO2 をものすごく出してるんですよ温暖化ガスをですねところがこの3か国は今まで1回も温暖化ガスの削減の具体的なこととやってないんですね。 僕はいつも言うんですけど口ではいくらでも言えるんですよその一番汚かったのがオバマ大統領ですねえ口ではものすごく言ってなんか、えー、その世界会議、えー、温暖化ガス削減の世界会議に飛んでいってですね重要だ重要だっつってアメリカは全くやってないわけですねああいうあのまあ僕はオバマさんっていうのはまあちょっとこう何、あのー、て言うんですかね心がないっつったらちょっと極端なんですが自分で思ってることを言うわけじゃなくて。 どういうふうに言ったら人気が取れるかっていうようなことで、まあ、みんなが温暖化心配してりゃ温暖化って言ってアメリカ帰ってくると今度はみんなが産業が大切だっていうから規制しないというそういうような人なんですね。まあトランプ大統領はそれに比べれば少しストレートですからアメリカ国内でやらないものは外でもやらないというというんで、まあ、パリ条約をその辞退したと脱離したと。でこれに対して 誰が嘘ついてるかってそれは日本のマスコミなんですね朝日新聞とか NHK 嘘ついてるわけですねオバマ大統領がパリ条約離脱したいやそんなこと言ったってあのオバマ大統領ばかりじゃなくてあっちじゃ、トランプ大統領が離脱したってパリ条約離脱したっつってるけどオバマ大統領も参加してないしその前のクリントン大統領も参加してないしブッシュ大統領も参加してないと誰も参加してないわけですからねですから、まあ、そういう嘘を言わない方がいいって僕日本のマスコミには言いたいわけですが。 ところでアメリカもロシアも中国も首脳はですねすべて地球温暖化の対策は取ってないんですね経済優先っていうかですねこれに対して日本の指揮者とかあるいはこのほとんど温暖化についてよくわからないと思われる子どもなんかでもですねなんでアメリカもロシアも中国も温暖化ガスの削減ってやってないんですかと聞くとですね バカだからっていう答えが返ってくるんですねしかしね本当にあのクリントン大統領なりトランプ大統領習近平首相とか今までのいろんな中国の主席それからロシアのプーチン大統領それほどバカですかね日本の小学生が分かることを分かってないって言うんですよ。 小学生は何がかかってるんですかね小学生は多分 NHK の言うことをそのまま信用してるとか言うんじゃないですかねで先生は何で温暖化を教えるかっていうと NHK が言った通り教えないと先生ってのは今の先生って怒られますからねいろんなとこから怒られますからだから全員で日本は全員で NHK にただ従ってるっていうだけで NHK はそれじゃあちゃんと自分で計算したんですかって言うと計算してませんもちろん政府が言ってるからね 日本政府が言,わない言ったことに従っておかないと NHK の予算が認められないからというお金の問題ですね政府の方は今度僕政府の委員会に出た時に忘れられないことを言われたことがあるんですねこの委員会に出てる人は誰も温暖化すると思ってないですよとだけど税金を使えるからいいじゃないですかと、まあ、こういうふうに言われたことがあってですねまあまあ、えー、どうしてそういうのになるのかなと思いますねあの技術者私技術者なんです技術者はですね 自分の計算、過去の記録、それから政治的なこと、えー、アメリカもロシアも中国も温暖化学の策がやってないこと、全部が辻褄が合うはずだと思って考えるんです。これが技術の本質なんですね。えー、技術っていうのはあの嘘をつきませんから。従って誰かを騙すとかいうことは絶対できませんので、えー、我々技術者というのはですね。 すべての辻褄が取れてるまで考えに考え抜くんですよ。ほいでそのはずだと思ってるわけですね。全てのことは辻褄が合う、あの温暖化っいうのは、僕は全てのことを辻褄に合わせて温暖化しないと言っております。